日本に来て驚いたことはと聞かれたら、僕は決まってクリスマスと答える。自分は日本に長年住んでいるが、いまだにクリスマスは謎だ。考えるだけでエッグノッグを飲みすぎたような気分になる。まずクリスマスの定義が必要だ。クリスマス、キリストの降誕を祝う祭り、12月25日に行われるキリスト降誕祭。キリスト、イエスとマス、祭りだからクリスマスだ。よって普通教会に行ったり、十字架や天使をツリーに飾ったりして、何らかの形でキリストの降誕を祝って過ごす人が多い。しかし日本にはクリスマスを祝う人が多いのに、キリスト教信者はほとんどいない。え？そう。日本のクリスマスは恋人のための単なるマスだけだ。僕はこのマスの習慣の中に特に気になるものが3つほどある。アメリカの代表的なクリスマスソングというと、とかが挙げられる。しかし日本ではこれらはあんまり聞かない。よく耳にするのは、そう、Wham の Last Christmas だ。12月は1日でも日本にいたらこの曲を必ず聴くと言ってもいいぐらい頻繁に流れている。で、ってここでなる人が多いと思う。僕も長くこの歌を耳にしても特に気にならなかった。構成もいいし、マイケル先生の声も素敵。しかし何度も何度も聞いていくうちに、なんだか体が痒くなってきた。なんか気になるっていう気持ちが少しずつぼやっとした嫌悪感に変わっていった。なんでこんなにこの曲を流すんだろう。そしてなんで僕はこんなにラストクリスマスが嫌になってきたんだろう。自分が聴いて育ったクリスマスソングと比較して、やっと痒みの原因が分かった。そう、相手の幸せを願う数多くの歌を全て無視して、彼らは失恋を嘆く唯一の憂鬱なクリスマスソングを代表にした。そう、クリスマスをエモにしたんだ。 Can you feel your heartbeat racing? Can you taste the fear in your sweat? アメリカではクリスマスの夜に普段と違ったちょっと特別な料理を食べる人が多い。それが七面鳥やハムであったりする。日本でもマスの夜にちょっと特別な料理を食べる人が多い。何を食べるって？ケンタッキーのバケツチキンに決まってるだろう。どうやら40年前に七面鳥が見つからず仕方なく唐揚げを食べている外国人を見てチャンスを感じて、 KFC はクリスマスにはケンタッキーという広告を出したようだ。多少創造性に欠ける宣伝に思えるが、これが大当たりしたのだ。現在では何十万人もがマスにケンタッキーを訪れる。1ヶ月前に予約しないとチキンがもらえないほど人気である。まあ七面鳥がないからわからなくもないっていう人がいると思うが、日本ではキリスト教信者は人口の 1% にも達しないということを思い出すと、この社会現象がたまらなく不思議に思えてくる。逆パターンを考えてみればすぐにわかるはず。例えば大豆がないから節分に黒豆を食べているアメリカ在住の日本人を見て、タコベルが2月3日にはタコベルという広告を出し、それを見て鬼は外福は内を知らないアメリカ人が何十万人も確かにそうかもなってなって、2月3日に行列ができるほどタコベルに行くようになり、その現象が50年近く続いたとか。まあでも日本は昔から柔軟な部分もあるからなってレベルじゃないよこれ。皆さん、ケンタッキーおじさんの催眠術から目を覚ましてください。日付間違ってるよ、クリスマスは25日だ。はい、以上。まあ見ればわかるようにマスは不思議な習慣が多い。アメリカみたいに普通のやつもっと入れてもらいたいな。小人とトナカイを操って夜の空を飛ぶ太ったおじさんとか、煙突にかかる靴下とか、マックの限定のカップとか、言ってみればアメリカも結構不思議な習慣が多い。
サンタの悪口言ったらぶっ殺すからな。